それでは皆様お待たせいたしました。これより先ほど生放送されました笑点昇太新司会&新メンバー発表スペシャルにて、笑点新メンバーとなりました林家三平さんの会見と、24時間テレビ39のチャリティーマラソンランナーとなりました林家たい平さんの会見を始めさせていただきます。私は本日の進行を務めます日本テレビアナウンサーの藤井恒久です。よろしくお願いいたします。ではまずはこちらから改めて代表質問をいたします。では新メンバーとなりました林家三平さん、はい、大喜利が終わってみて今のお気持ちをお聞かせください。いや本当に問題出されてから考えてる間っていうのがものすごく長く感じるんですよ。でも一生懸命こう答えようと思う自分がいて、でも大安寺さん先輩ですし、もう皆さんの答えを勉強にして今までずっとなんかこうビデオを撮って資料にしたりとかいたしておりました。でもすごく話し家として話し神よりにつける商売だなと思いました。はい、ありがとうございます。着物のお色はもうこれで決定なんですか？はい、これに近い色だと思いますが、長寿色という色になるそうです。なんか まだはい、まだ決まってなくて、はい、これ暫定だそうです。暫定、はい、あ、暫定、うん、はい、三平で三平、暫定じゃなくて暫定じゃなくて三平だ。今、暫定じゃなくて今すごいお金をかけて林家三平お金かけて今作ってんだって、はい、はい、今これ出来合いみたいならしいんですけど、はい、もう、はい、でも作ってくださってるそうです、はいはい。今回三平くんがですね、なんで笑点メンバーに選ばれたのかっていうのを日本テレビの偉い皆さんから聞いたんですよ。そしたら今までにないキャラクターが欲しいということで、誰も持ってないキャラクターがを彼は持ってると。それは何ですかって聞いたら、割と家庭がゴタゴタした人多いんですけど家庭が円満で、しかも奥さんが女優さんで綺麗っていうことで、もう笑点に今まで全くなかったキャラクターということで。え、私自身じゃないんですか？それ君じゃない、君の環境が、周りの環境が良かったって。私じゃないんですか？、ね、まあ、その家庭円満で奥さん綺麗っていうのを、まあ、が、まあ、言ったら起用理由だったっていうわけですね。なんで不愉快でした。不愉快だった、はい、いや三平さん、これ奥さんにも感謝しないといけない。そうなんですよ。だから実を言うと本当に妻にも伝えてないんで、今日レギュラーになるって帰ってから今日伝えるんです。本当に言わなかったんですか？はい、本当に言ってないです。だこれでこれが原因でゴタゴタして別れればいいなと思って。うわ、やめて本当やめてください。本当お願いします。三平師匠にまず新メンバーとして、はい、この歴史のある笑点に選ぶ一員になるっていうことで言われた時の率直なその気持ちと、翔太師匠には、三平師匠が、お席に後任として座られる、木久扇師匠と円楽師匠の間に座られるということについて何かアドバイスをお願いいたします。じゃあ三平さんからお願いします、はいはい。最初に聞いたのがですね、今年の3月でした。汐留の日本テレビの方に、お声掛けをいただいて、社長室の隣の会議室で偉い方に囲まれて、よろしくお願いしますって言われた時に思わずはいと答えてしまいました。はい、で一つお願いがありますと、これからなる上でこれがトップシークレットにしておいてくださいと。もしも喋った瞬間に本当喋ったらこの話はなかったことになりますからって言われたんですよ。そうしたらうちの家族みたいにみんなおしゃべりなんですよ。だからもう喋らないようにというんで、とにかくうちのおふくろ、家族、兄、姉、全部幸子にまで戒厳令を引いて、もう全然これでもう自分の中でずっと収めていたのが大変でした。はい、三平師匠にお伺いしたいですけれども、はい、まあ、3月に、まあ、トップシークレットのオファーを受け取ってから、まあ、大体3ヶ月余りあったと思うんですけれども、はい、例えば笑点誰がなるんだろうね新メンバーっていうお話をした時にはどんなふうなお気持ちで過ごされてたのか、また例えば特に VTR をいっぱい見るとか勉強されたことがなんか何か勉強したことはあったのかというのと、あともう一点は日本テレビの偉い方にお伺いしたいんですけれども、家庭が奥さんが綺麗以外にですね、三平師匠のこう話し方としてのこういうところがその笑点の新メンバーにふさわしかったみたいなものをですねあれば教えていただければと思います。すごい滑舌いいですね。すごいです。私たちよりいいですよ。素晴らしい新レギュラーでじゃあお願いします。
まず三平さんからいいですか。はい、何でしたっけ。もう分かんなくなっちゃって。半ヶ月間どのようにして過ごしていたか。もうとにかくですね、内緒で、神さんに内緒で、毎週録画、自動録画できるように焦点をしておいたんですよ。でその時間帯寄せに上がることもあったもんですから、内緒でこっそりと神さんが寝てから焦点見てました。でそのうちに木久扇師匠のキャラをうちの神さんが大好きになって、なんかカッパとか大好きになって、うちの中でペペペペってやったりするんですよ。そういうこともやり始めて見るようになって、え、ごめん、それまで見てなかったの。うちの神さんお前見ろよ、お前のとこ。いや、うちの神さんうちの神さんはですね、神さん、はい、で一緒に見るようになって、楽しんで、うちの実家に行くと必ず焦点はいつもついてるんで、いつも見てます。大兄さんに、あ、こうした方がいいっておふくろがよく言ってますんで。だから今度私もダメ出しをいっぱい受けるんだろうなと、そういうふうに思ってますね。はい、一番冷静に見ている83歳がいますから。制作を代表して、ご説明させていただきます。プロデューサー中村と申します。話をしてて、かみさんが女優はいいなっていうところからではあるものの、そこなんですか。やっぱりそこなんだ。ほがらかで、よく考えたら45歳で、40代が焦点いないということもあり、あと朗らかで屈託のない笑顔が、空気を変えるというところもあります。以上です。意外と少ないですね。短いそれ。おいおい出てくる。おいおいですか。これからですか。おいおいだ。おいおい出てくる。お化けじゃないか。三平さん、今の起用理由を聞いていかがですか。もうちょっとなんか喋ってくれるなと思ったんですけどね。でもおいおい出していきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。